それではご登壇いただきましょう。ミニマックスクラス見事優勝、カーナンバー8 ERS ウィズサクセス森谷瑛斗選手、おめでとうございます。続きまして第2位カーナンバー98ポノスヒロテックスレーシング横山昭人選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー36ティームグローバル本田智樹選手、おめでとうございます。どうぞご登壇ください。ではまずは3選手にトロフィーです。この3選手に坂野大元選手も含めました4台で一体どうなるかというようなバトルを見せてくれましたが、最後の最後もう本当しびれましたね。みんなあの状態で接触もせずにうまいバトルを見せてくれました。それでは続いてシャンパンの授与です。森谷選手は木曜日にここでクラッシュをしてドクターヘリで運ばれたという話だったんですが、痛み止めを飲んでの勝利、素晴らしいです。第2位横山選手もね、本当連戦連戦に次ぐ連戦ですよね。本田選手、表彰台の気分はどうですか。おめでとうございます。いやー今1位みたいな、やっぱ1位が欲しいですかね。それでは賞金です。はい、ミニマックスクラス優勝森谷選手には賞金5万円が贈られます。おめでとうございます。第2位横山選手には賞金2万円が贈られます。第3位本田選手には賞金1万円が贈られます。おめでとうございます。続いてフレームメーカー賞です。優勝森谷選手にはパロリンジャパン賞といたしまして賞金5000円、トリプル K 賞賞金2000円、そして3選手にエアーカオル賞が贈られます。おめでとうございます。それでは森谷選手、一旦こちらへ降りてきていただけますか。はい、はい、それでは森谷選手、痛み止めを飲んでの今回のレースいかがでしたでしょうか。まあ練習とか苦しかったですけど、まあ最後バトルできて勝ててよかったです。ずっと坂野選手の後ろについている時はどんなことを考えていましたか。まあ絶対離されないようについてって最後残って思っていました。最後どこで行くっていうのは決めてたの。それは決めていません。行けるとこがあったら行くと思っていました。ファイナルラップまでもつれ込んだけど行くチャンスはあると思ってた。はい。その強さがね引き寄せたに違いありません。ではシリーズチャンピオンに向けて一言。明日も勝ってシリーズチャンピオンになります。はい、おめでとうございました。森谷選手でした。お父さん嬉しそうです。はい、じゃあもう一回上がってくださいね。では記念撮影します。はい、明日のバトルも楽しみです。ミニマックスクラス見事優勝森谷瑛斗選手、第2位横山昭人選手、そして第3位本田智樹選手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。